こんばんは、下平です。こんばんは、吉水のあです。こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、ポッドキャスト、各プラットフォームでお届けしております。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。はい。さあ、冒頭でですが、皆様にちょっと お詫び、があります。この大人の放課後ラジオ、Apple サブスクリプションで、メンバーシップもお届けしているんですが、実はですね、メンバーシップの、この登録方法ですね、月額と年額で、選択可能だったかと思うんですけども、私たちのですね、ちょっと設定のミスでですね、本来月額会員しか、登録できないところ、年額会員というこのものも、登録できるように、なってしまっておりました。そのためですね、2024年3月22日から、この年額の登録を停止させていただいています。なので、すでに年額を登録している方もですね、Apple の方から自動更新が無効になって、停止日に基づいて日割りでご返金の手続きをしておりますという、連絡がいっていると思います。なので本当に、申し訳ないんですけども、引き続きおとらじぜひ、お楽しみいただきたいので、年額会員を解除されている方は引き続き月額の方を申し込みいただくか、もしくはね、YouTube とか、ニコニコ動画、お好みのプラットフォームで、再度登録をしていただけたら幸いです。本当にこの度は申し訳ありませんでした。なるほどね、はい、要するに年額と月額があって年額の方がないから戻しちゃったってお金を設定されちゃって、そうなので、今の話は全然皆さんが損することではなくて、もう一回できたら月額の方に入ってくれると嬉しいですっていうだけのことなんで、はい、あんまり重要な話ではないです、はい、僕今最初の話を聞いた時に、はい、なんか絶対に過去で炎上したのかなとか思ったんだけどこの番組ってさ、不思議と炎上しないよね。それは人徳じゃないですか、ね、まっちゃんの会とか、日本保証とかさ、大炎上はないですよね。ないね、ちょっと寂しいな。なので引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、ということで今回は、はい、